たいな。背中があれじゃないですか。まっすぐになってきたんじゃないですか。これもう痛くないんじゃないですか。痛くないですね、それは。でも激しいっすよね。取れてきたんじゃないですか。そうですね。うん、もう痛くないんじゃないですか。あんまり痛くないです。うん、はい。さっきめちゃくちゃ痛かったとこ。まだ痛いと思うけど。はいはいはい。腰がやっぱり一番中心ですよね。そうでもないですか。いや、そうですね。腰ですよね。はい。うん、腰を中心にして、まあ、痛いとかだるいとか、はい、ってことですよね。はい。
足はちゃんとやっとかないとよくないんですよ。足をいたわってないの。うん、足首とかも回したりとか、はい、まあ、温めるのもそうですけど、体をもっといろいろ動かしたり温めたりを気をつけないとダメですね。体をいたわってなさすぎるんじゃないですか。その通りか。運動する。いや刺激に弱くなってると思うんですよ。皮膚の伸びも悪いから。いや、まあ、時期的に寒いっていうのもあるんですね。寒いのもあります。痛いよ。だからもうある程度保湿とかも気をつけたりとかした方がいいですね。はい、背中はだいぶ猫背が改善しましたよ。あー、よかったです、それは非常に良かったですよ。はい、改めてちょっとどうですかね、体を起こしてみてください。起きれますか。グデーってなってますね。まあちょっと頑張って体を起こしてみてください。はい、ちょっと頑張って。体がグデーンってなってるの、なんかふわーってなってる。背中どうですか。いつもより多分伸びてる感じしません。まあ、視界が高いというか。確かに、背中がいつもより綺麗ですよ。さっぱりしてる感じします。そうですか。はい、楽です。側面もやっぱ硬くなりがちなので、こう伸ばす動作は入れていった方がいいですね。いわゆるラジオ体操とかすごいよくできてるので、ああいう風になんかいろいろ体を回したりとか、はい、ひねったりとか、はい、自然と何もしないとボケーとこう丸くなる。もう癖がついてるので、立って面倒くさいかもしれないですけど、一旦立って、いや、もっとしてきましょう。で、お尻を後ろに引いて、はい、お尻を引いて、で、なるべくこう側面、下を底面をつけて、で、安定よくして腰を乗せるので、もうこの上半身はこう安定よくこう、ここを骨盤の上に乗せるみたいな感じですね。まず下をしっかり、お尻を深く座って、はい、そういう感じですね。まあ、だいぶやっぱ最初に比べると柔らかくなってきてるので楽ですよ、だいぶ楽になりました。引く癖もつけてください。
伸ばす。肩は下ろす。はぁーって大丈夫ですか？はい、はい、まあ、やっぱ悪い癖がもうついてるので、はい、改めていくってことしかないですね。あ、気にしていかないとやっぱりほっといては良くならないので、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you!